茨城県出身しかいてました高校1年生シンガーソングライターをやらせてもらってます、のみです。今日は20分という短い時間なので名前だけでも覚えていってもらえると嬉しいです。それでは1曲目聴いてください。 HYさんのサイドの方。 その日まで待つよ。あなたが
次に歌わせてもらう曲は私が大好きな歌手の清水翔太さんの歌なんですけど、この歌もまた恋愛ソングになります。会いたい、聴いてください。今回エリコムでは店内商品
次の曲で最後の曲になるんですけど、次の曲は私が中学3年生、中学2年生から3年生の時に1年間都内の方で、まあ、事務所で活動をしていたんですけど、その事務所で頑張って詩を書いて作ってもらった曲になります。聴いてください。隣にいてほしい。 シンガーソングライターの海でした。